われた一人の捕虜を回収するんだ。仲間からマラクと呼ばれる捕虜だ。まずはターゲットの写真を端末で確認してくれ。マラクはソ連軍に拉致され、ラマーハーテ宮殿の廃墟に捕らえられた。その後彼の故郷は爆撃で消え失せたらしい。彼の家族も一緒に。ソ連軍の焦土作戦だ。依頼してきたのはターゲットの父親、いや正確には父親の遺言だ。なお他の捕虜を回収できれば報酬は上積みされる。他の捕虜をどうするかはあんたの胸に聞いてくれ。どうかは気をつけて待て。完了。ボス、あんたは最高だ。あんた何なんだ。